かなり大きい鬼が現れましたよ。どうも、シュンス TV です。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、私の大切なウッディがゴミ捨て場に行ってしまいました。そして幸運が欲しいので、今日は節分も近いということで豆まきをしたいと思います。はい、もう豆まきをすればね、もう鬼は外、そして福は内といってね、もう悪いものは外に行って幸福は私のところに来てくださいというね、一種のおまじないみたいなもんですからね、もう今日は豆まきをしてもう最強の幸運を手に入れたいと思います。ということでですね、まずちょっと紙を用意したんですけど、この紙にですねちょっと鬼の絵を描いて、そこに向かってね豆まきをしてみようかなと思いますので、ちょっとまずは、鬼の絵を描いていきたいと思います。さてさてさて、鬼ね、鬼って描けるかな、俺描けるかな、鬼ちょっと描いてみましょうかね、頑張ってね。なんか頭の中のイメージですけど、鬼ってこうね、ふさ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 、こうふさふさあってね、ふさ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 ってこうやってあって、で、顔がこんな感じかな。ちょっと頑張って描いていきたいと思います。で、色はね、なんか赤いイメージが鬼ってありますので、ちょっと赤で塗って描いていきたいと思います。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。はい、できましたーって、めちゃくちゃ絵下手なんですけど、ちょっとすいませんね、絵が下手で。まあいいや、これが鬼でございます。これに向かってね、鬼は外、福は内ってやりましょうね。で、その後の豆はちゃんと食べたいと思いますので、なのでね、トイストーリーのおもちゃたちみんなで一緒に、豆まきをやっていきましょうね。豆まきをすることで幸運を得たいと思います。はい、そしてね、今回使用する豆がですね、たくさん幸運が訪れてほしいようにね、こういう栄養満点の豆をいっぱい用意しました。なんか緑色っぽい豆もあったら、なんかね、アーモンドみたいな豆があって、節分っぽいような豆があってね、いろんなものがミックスされてる、ナッツでございます。この豆をですね、この鬼さんに向かって、まけばきっと幸運が訪れると思いますので、じゃあ実際にやっていきましょうかね。トイストーリーのおもちゃのみんなもね、いっぱい幸運がね、訪れた方がいいということで、豆まきを一緒にやりましょう。じゃあ、いきますよー。はい、鬼は外。おー、いいですね、いいですね。こういう風にね、豆をまいて、いっぱい鬼をね、払いたいと思いますので、福は内。おー、いいですね、いいですね。まだまだね、いっぱい豆をまいて、幸運を訪れたいと思いますのでね、鬼は外。はい、まだまだ、福は内。あれ？ちょっと待ってください。あれ？いなくなった。いなくなりましたよ、鬼が。さっきまでここにいた鬼がいなくなったってどういうこと。ちょっと鬼が逃げ出したかもしれません。ちょっと待って、ちょっと待って、おもちゃの皆さん消えたんですけど、さっき描いた鬼が完全に消えたんですけど、これは一体どういうことなんだ、どういうことなんだ。豆まきをしている最中に鬼が消えるってちょっとやばくないですか。あ、そうか、鬼退治ができたから鬼が消えたってことか。だから幸運なことが訪れるってことで合ってるんですよね。あー、シュンさん。ん？どうしたのレックス、一体何かあったの。あー、シュンさん、窓のところに誰か覗いてるような気がしてるんだけど。窓のところ、窓のところって、ちょっと待って、ちょっと待って、何かいるってことなんですか。これって鬼だ、鬼だ、鬼が現れましたよ。おもちゃの皆さん、本当に鬼が現れてしまいました。ちょっとこれは逃げるしかないですね。皆さん、ちょっと緊急事態ですよ、緊急事態。鬼が現れたので、ちょっとすぐに逃げたいと思います。シュンス TV、 シュンス TV、 大変です。シュンさんの後ろに巨大な鬼が現れました。これは一大事でございます。やばいです。ちょっとかなり大きい鬼が現れましたよ。ちょっともうすぐに逃げたいと思いますので、ちょっと、あ、そうだ、もうジェニーちゃん持って、ちょっとすぐに逃げたいと思います。ちょっとすいません、ちょっと逃げますね。もうちょっとよろしくお願いします。皆さん、ジェニーちゃんに瞬間移動でちょっとカメラを持ってきてもらいました。そして隣の部屋のちょっと寝室に来たんですけど、トイストーリールーム大丈夫かな、おもちゃたちだけ残してきちゃったのでね。そしてジェニーちゃんだけ持ってきちゃったので、あの鬼の正体は一体何だったんでしょうね。ちょっととりあえず一回トイストーリールームにカメラを持って入っていきたいと思います。おもちゃたちが心配なのでね。いやー、大丈夫なんですかね。ちょっと私だけ逃げてきちゃって本当に申し訳ないんですけども、おもちゃたち、よいしょ、大丈夫かな。おお、バズがなんか豆を持っていますけども、鬼はどこ行ったんだ。鬼はさっきここに2メートルぐらいのなんか大きい鬼がいましたけども、あれ、豆が散らばってますし、あ、そうだ、ここか、ここに鬼がいるのかもしれない。ちょっとジェニーちゃん、なんかあったら助けてね。なんかあったら助けてね、お願いね。ちょっと鬼がまだここにいるかもしれませんので、鬼が、あ、いない、よかった、鬼がいなくなってる。ちょっと待って、これってどういうことなんですか。ポリスステンチシュンス TV、 バズが慌てて豆を鬼に向かって投げました。そしたら鬼が急にいなくなりました。なのでバズのおかげで鬼を退治できたと思います。そうなんだ、バズありがとう、本当に勇敢ですね。そしてあの鬼の正体は一体何だったんでしょうか。あ、そうだ、何でも知ってるスマイリーロックさん、教えてください。あの鬼は一体何だったんですか。あー、シュンズ TV、 わしもよくわかりませんが、あれは本物の鬼ではなく、誰かの仕業な気がしますね。そうか。じゃあもしかしたら、ロッツォの仕業の可能性もありますよ。もしかして、新しく鬼を仲間に加えて、シュンズ TV を攻撃しに来た可能性もあります。皆さん、まさかの豆まきの最中に鬼が本当にやってきましたよ。しかもすごい迫力のある鬼だったから、めちゃくちゃ怖かったんですけど、でも、バズが追い払ってくれたので、本当に良かった。シュンさん。また鬼が来たんだ。やばい、鬼が来たよ。また鬼が来た。しかもめちゃくちゃでかい。この鬼はちょっとやばすぎますよ。でかい。バズがまた鬼に向かって立ち向かってくれました。ちょっと今カメラを向けたいと思います。いや、やばいって、バズが今慌ててあそこから登ってここに来ましたけども、あれ、鬼はどこ行ったの。鬼はさっきいたんですけど消えましたね。いやー、バズありがとう、みんなのことを守ってくれて。いやー、勇敢だな、バズはとっても。それにしてもやばいですよ、鬼はまた攻めてきました。もしかしたらあの鬼はシュンズ TV のおもちゃたちを壊そうとしているのかもしれません。なので私たちは十分に警戒していないとマジでまずいですね。皆さん、また鬼が来ましたけども、でもバズがとっても勇敢なので豆をまいて退治してくれました。その他にもシュンズ TV のおもちゃはもう勇敢なおもちゃばっかりですので、ポリスステンチーもベンソン・ジョンソンもそうですし、もうとにかくジェシーとかボーピープもみんな勇敢なので、シュンズ TV の部屋は大丈夫だと思います。また鬼が来たら豆をまいて退治したいと思いますので、そしてこのまいた豆は全部美味しくいただきたいと思いますので、皆さんも節分の時は鬼をいっぱい退治してください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。私の質問コーナーの時間だ。私はあの鬼よりも優秀だ。なぜなら立派な角が生えているから。私は無敵なのだ。ザーグに質問。強い新たな仲間を加えてロッツォに攻撃仕掛けてみては。私に新しい仲間は必要ない。なぜなら私が一番強いおもちゃだから。私は誰にも負けない無敵なおもちゃなのだ。ザーグに質問です。ザーグはロッツォは怖いですか？私にとってロッツォは怖くない。ただし、エネルギーが必要だ。そのエネルギーを貯めることにより、ロッツォには必ず勝てる。これを見てる奴ら、チャンネル登録と高評価を押すんだ。高評価は我々のバッテリーだ。すなわちこれがエネルギーとなる。そしてチャンネル登録してくれたやつは我々の仲間だ。その他は敵だ。さあ降伏しろ。